お疲れ様ですということですね、9月分の私の家計簿をですねご紹介したいと思います。私のリアルなですね、底辺生活の、ね、支出と収入がですね丸分かりということでですね、誰も得をしないようなクソみたいなところですけどね、はい、ということで、でも結構気になる方もいるんじゃないですか、家計簿気になるっていう人も結構いるんですけどね、はい、私はなんでそこをそんなに気になるかよくわからないですけど、気になる人は気になるということでね、ということで私の家計簿、飲食代、まずですね、支出総額ですね、総額を紹介したいと思います。支出、13万2425円ということで、結構使ったね。あ、できれば10万以内に支出を抑えたかったけどできないんだ。あ、欲にまみれてるから。で、収入3万3050円ということでね、私のリアルなこの収入でございます。フードデリバリー、低変色なんですけども、収入が600、で、合計プラス625円で終わりました。今月はですね、625円貯金できたということで、よし625円だよ。ほんと、サバ、牛丼大盛りってぐらいの値段じゃねえか、これ。マジで。ということでね、まあそんなことどうでもいいとして、まずは飲食内訳ですね。ちょっと支出の内訳、飲食代、5万7825円もう使いすぎ、まあ、なんか使っちゃってるよね。で、これあれなんですよ、2月から俺記録してるんですけど、今月はナンバーワンで出てかかって5万7000、いや3万、せめて4万円ぐらいだよね。4万から5万の間で収めるべきだった。外食が多かったですね、今月は。マジで外食が多かった。で、あと食い放題にもちょっと行っちゃってっていう感じかな。食い放題も結構でかかったのかな。まあけどね、時々ね、そういうイベントがあってもいいんじゃないですか。まあちょっと内訳ちょっと見ましょう。さらなる、9月2日3200円、6150円も使ってるけど、こんなに何使ったんだ。3200円ってなんだこれ。3200円、なんか買ったのかな、わかんねえよ。2097円、まあこんなもんか。ちょっと使いすぎだね。ほぼ外食なんだよこれ多分。で、9月7日、これね覚えてる。これ友達と、食い放題行きました。ゆずあんかな、ゆず行ったとだと思うな。これ3200、あ、これあれだ、多分友達、これも友達だわ多分。友達となんか、ラーメン屋とか行った気がするんだよな。で、まあ日々の生活だとやっぱ1890円、1390円とか、まあ、2000円超えるか超えないかのラインですよね。これどうなんですかね、これ実際みんなどんぐらい支払いしてんのかなと。俺みたいにちゃんと家計簿とってさ、こうちゃんとした正確な支出が分かる人が、ちゃんと取ってる人がいればぜひコメントでほしいですね。ざっくりとかじゃなくて、はい、もう正確なやつで、はい、俺のガチの57,820円なんで、はい、大体4万ぐらいじゃないかいみたいじゃなくて、もうしっかりと記録した、この、ね、800円とか360円、ぜひともねコメントをしていただきたいな。ということで、まあ大体 43.7 か、半分ぐらい占めてますね、飲食で。じゃあ10月はちょっと抑えめでちょっと頑張りたいなと思っております。雑費代でございます。13万3278円ということでね、この、あ、ウエストポーチね、これウエストポーチいらない。扱ってるんですけど、もっと安いのあった。 Amazon でもう1000円ぐらい売ってるのもあった。それでよかった。なんかヨドバシで買っちゃったんですね、これ無駄な出費ね。はい、 Amazon でよかったっすわ。で、プレイステーションエクストラは、これはまあこれ1300円でね、ゲームやり放題で時々いいんじゃないですか。はい、年額で払うよりかは。で、チェア、これゲオで買ったやつですね。はい、これはね、微妙なとこだよね。必要か微妙なとこだ。はい、水道代が3174円ですね。まあどうなんだろうな、高いのかは分かんない。電気代3470円、これね、かなり安いと思います。はい、夏場はかなりエアコンつけてたんですけど、3470円。
3000円台で抑えられたんで、結構良かったと思いますと。あとガソリン代が6478円ですね。はい、これはまあ必要経費なんでね。あと通信費、はい、ソネットが2200円と、楽天2495円ですね。これはまあ必要経費かな。またちょっと日本通信戻ろうかなと思ってんすよね。ちょっと迷ってんすよね。日本通信って通話が70分無料か5分間だけ通話無料っていうのが標準であるんで、で最近日本通信50ギガで2000円ぐらいのプランが出たんですよ。その容量値段変わらずに容量だけ増やしたプランが出てめっちゃ得やみたいな。で30ギガで1400円ぐらいかな。それで良くないみたいな。いやね、どうなんだろうな。俺外行くとね、バイクでツーリングとかいろんなとこ回ると通信費が尋常じゃないぐらいになるんで、楽天でいいのかな。ちょっと場合によってはこれまた日本通信戻るかな、もしかしたら。はい、まあ、それはいいとして、エコインランドリー代3000円、これプリカですね。プリカ3000円入金して3600円分使用できるって感じです。だいたい1回のコインランドリーで1500円くらいかな。1500円くらいですね。1500円もかかんねえな。1300円くらいか。1000ちょいくらいかな。まあそんな感じです。はい、で衣服代でございますね。4900、これですね。これ買いました。4900円。あと靴ですね、5945円。これまあ必要経費かな。ちょっと冬になってるんでちょっと新しい靴欲しいなっていう感じで。はい、いやー今月あれだ、医療費結構医者に通った。はい、唾液腺ですね。ここの唾液腺が腫れて、もうなんかここら辺がなんかすっげえ痛くなって、ちゃんと直さないといけねえなということで行きました。まあ、1840円か。これなんだ、あ、これアテロームっていうか、あれ、ケツニキビがでかくて、もうひどくて、もうあかんということで行きました。で、今、だいぶ良くなりました。はい。かなり良くなった感じで。やっぱね、ちゃんと抗生物質飲んだ方がいいんだなと思いましたね。あと、そのね、このね、ケツニキビになった時にですね、これがめちゃくちゃいいんです、これ。これ。これがね、効く。マジで効く。これめっちゃいい。切れたらまた病院皮膚科行こう。まあ、2つもらったんで、まあまあ当分行かなくても大丈夫だと思うんで。歯医者3400円、なんでこれこんな感じだ。ちょっと高いっすよね、医療費。1000円、あ、これ薬か。これなんでこれ1400円って分かんねえ。何使ったんだこれ。まあ、検診2200円ですね。で合計13020円っていう形になっておりますと。あとサブスク、アマプラ600円。はい、ぼっちキャンプが見たくて、ぼっちキャンプ、ヒロシのぼっちキャンプが見てなんて、加入しました。はい、でこれナンバーワンで、これいらない、マジでニコ生はマジでいらない。俺なんで7900円使っちゃったんだよ、マジでだぞ。はい、大して人の配信なんて見てねえのに何か入ったんだよ。配信やろうかなと思ったんですけど、ダメだ、俺ストリーミングはやる気がないということで、これもう 120% 無駄がないです。はい、忘れましょう。はい、ということで、エニタイム7590円、これは必要ですね。まあ、俺シャワーがないんでね、シャワーがないんで、これがないと、まあ、マジで汚い生活になっちゃいます。はい、あと DMM プレミアムに入っていたのかな、アニメのやつですね。これはあと解約、今月で解約ですね。アマプラ1本で引こうかなと考えておりますと。はい、という感じで以上、私のですね、家計簿となっております。ということでね、私のですね、リアルな家計簿でございました。どうでしょう、底辺生活のリアルな家計簿、参考になりましたでしょうか。はい、ということで、お疲れ様です。